ゆるっと解説、なんとなく知っている FCP の今更操作の確認。はじめに、機能があることは知ってるけど適当にしてるって感じの、なんとなく知ってるやつを集めたという感じです。知ってる知ってるってやつだと思います。裏技でも Tips でもなく、マニュアルに書かれた普通な方法です。確認しておきましょう。基本詳細編集の閉じ方、カット感を細かく調整できる詳細編集モードに入るには簡単ですが、その解除が分かりにくいです。意識せずに詳細編集になった時などエスケープキーで復帰します。複合クリップの戻り方、込み入った映像内容の場合、複合クリップを使う場合があり作成しますが、そこから元のタイムラインに戻る方法が分かりにくいです。ボタンでの復帰、ブラウザ内の項目で復帰があります。プロジェクト設定、編集しているプロジェクトの設定を変更したい場合があります。その際にプロジェクトの設定を変更します。インスペクタから変更します。プロジェクトの複製とスナップショット、制作している際、編集している内容を試行錯誤のためにいくつかのパターンを作ることをします。その際に複製とスナップショットの機能を使います。複製はプロジェクトをその時の状態を複製します。この場合は複合クリップなどを含んでいて、その内容が更新された場合内容が変わってしまいます。スナップショットはその瞬間を記録し保持するので変わることはありません。編集操作、1フレーム単位の編集、細かな1フレーム単位の編集の場合、マウスなどでは手間な場合があります。ピリオード、カンマで調整します。トリムだけではなくリップルもピリオード、カンマで調整します。フリーズフレームと停止、この2つは異なるアプローチによるもので、停止は速度を 0% にする考え方で、時間が止まったフレームを作る考え方です。フリーズフレームは指定のフレームの長さ、時間を変えるという発想です。できる映像としては大差ないので、どちらを使うか好みです。トランジションのトリム、トランジションを設定した後にクリップ自体をトリムやリップルしたい場合がありますが、マウスでの操作の使い分けで編集ができます。カーソルの位置と形状で判断します。
クロスフェード、オーディオ。トランジションに頼ることなくオーディオのクロスフェード効果を得られます。ただし、適用された効果は元に戻すのに手間がかかります。そのため、編集の最終結果に利用することをお勧めします。バンドル出力。1回の指示で異なる設定の複数の出力ができます。出力先、設定で構成できます。例えばオンライン用、ウェブ用などです。バンドルを設定します。まとめ。いかがだったでしょうか。ほとんどは知ってることだったと思いますが、いざ使うとなると躊躇してしまうものが多かったと思います。一方で基本ゆえかなかなか紹介されず知られていない機能たちでもあります。ぜひ習得して活かしましょう。おまけ。最適な方法というのは時代とともに変化するもので、現在2024年4月においては編集する素材の読み込みはファイルをそのままにするにすることが正解とされていますが、私は今においてはライブラリーストレージに場所にコピーが良いと思います。これは現代における映像素材のデータ量は制作の基準において少ないからです。ライブラリーストレージに場所にコピーを使用するとデータ量がかさみますが、一つのライブラリに集約されるのでデータの移動や削除、バックアップなど簡単なものになります。皆さんのクリエイティブワークのお役に立てば幸いです。終わり。